初日に引き続きジャパンエクスポ2日目の様子もレポートします。2日目も朝からすごい人です。以前池袋テレビが取材したパリの漫画カフェも出店。こんにちは。この区切られたスペースの中で漫画を読むことができます。わ、専門店も多いですね。バンダイナムコブース、孫悟空と記念撮影、今でもドラゴンボールの人気は健在。最近ヨーロッパで大人気なのがナルト。ナルトのゲームコーナーには人だかりが。ナルトやキュービの大きなモニュメントなど PR に力を入れています。ナルト専用ブース、大勢の人でにぎわっていました。任天堂ブース、マリオ、ルイージ、ピカチュウが登場。日本ゲームのシンボルはフランスでも大人気です。アイドリングもジャパンエクスポに来ていました。セーラームーン20周年記念イベントには桃色クローバー Z も登場、イベントを盛り上げていました。いやでも本当にちっちゃい頃から憧れてたアニメで、本当なりたかったんですよ。本当にウサギちゃんぐらいまで髪の毛伸ばそうってずっと思ってたんですけど、やっぱ二つ結びして膝の裏まで髪の毛伸びなかったんですけど、でもそれぐらいずっと憧れてたアニメなので、それにこうやってなりきれてすごく嬉しいです。Ah, c'est vraiment génial. Moi, quand j'étais petite, je voulais devenir comme vous. 今日も会場内でたくさんのコスプレイヤーたちと出会いました。Le groupe Etalia.ジャパンエクスポ2日目のレポートでした。 See you next time。 サンドの誇りでキッピーハッピーネスタイム、乙女の祈り、リリリリリ。